ガスパーでトラベル氏は18世紀イタリアの画家である。ナポリ派の画家の一人である。ナポリでジェノア出身の商人の息子に生まれた。ナポリで大きな工房を開いていたフランチェスコ・ソリメーナの工房で学んだ。同時期のソリメーナの工房にはボニートやフランチェスコ・デ・ムーラといった画家が働いていた。1742年にフランシスコ界の高い地位の人物。 ロッシの援助を受けるようになった1748年にローマに旅し、1852年からローマに住むようになった。1753年にはロッシのパルマの邸宅の装飾画を描いた。1755年にはローマ市民の資格を得た。ローマの上流階級の生活を描いた多くの風俗画を描いたことで知られている。1760年に パトロンのロッシが亡くなり、娘や息子を病で失い、1764年にイタリアを襲った飢饉で絵の注文は失われた。1770年にローマで死去する頃には忘れられた画家となっていたが1920年代になって再評価された。ありがとうございます。